第12試合スーパーファイトアンダー56キロ契約ワンマッチを行います。青コーナー160センチ 55.3 キログラム対オーボートガムビーチーム、スリアルネックオーボートガムビー、160センチの小さな凶暴スリアルネックオーボートガムビー。赤コーナー170センチ 56.0 キログラム日本パワーオブドリーム K1 ワールドグランプリスーパーバンタム級王者、武井良幸。無敵の第2代 K1 スーパーバンタム級チャンピオンです、武井良幸。山崎明、レフェリー梅木由伸。さあ K1 この1年を締めくくる戦いが始まっています。ここはドルフィンズアリーナ愛知県体育館です。武井良幸 VS スリアンレッグです。身長差は10センチあります。さあでは放送席ご紹介しましょう。久松郁美さん、そして、関根勤さん、正人さん、中村プロデューサーお越しいただいています。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ関根さん、楽しみですね。楽しみですよねこれ。まあ、昨年のね大阪大会ではちょっと苦戦しましたから、はい、タイ人相手に武井のやっぱりその課題の残った課題の一つ。そうですね、さあムエタイは避けては通れない道です。武井良樹、この選手本当にパンチで前にガンガン出てきますからね。ああこれ奥足蹴ってきます。パワーありますね。これこの右手ですね。マサトさんも映像もご覧になったようですね。はい、すみません、はい、本当にアグレッシブな選手ですね。一発当たるとどうなるか分からないですけど、まあ、武井の顔に当てられるかは。なるほどね、まあ、パワーで言えば武井もすごいですから ね、 そうですね、鉄の拳ですから。マサトさんまさに受けたわけですね、ものすごいですよ。鉄球っておっしゃってましたね。鉄球です、ね、左ミドルキック。あ、聞いた、放たましたね。聞いたかな。さあチャンスと見て前に出るかどうか。ちょっと聞いたかな。ちょっと嫌がったような感じしますね。ボディーです。左ミドルキック前蹴り、右フック、バーッと早くも強い。ただですね、いくら食べてもあの武井のパンチは本当に気当たりないと思います。来た、倒れました。2度目のダウン、もう倒れることできません。まだ1分ですよ、1分。さあもう決めますかね、武井は。顔面にパンチが入ったら、もう倒れたら KO 負け。ボディから左ハイキック、抱えて軸足が立っていきます。関根さん倒しに来てますよ。左ミドルキック、右のフック振ってきます。ハイキック、ガードはしています。前蹴りボディーだ、呼び込んで、うわ見えてる見えてる。竹井ローキック、あ左に戻った。竹井危ない、ちょっと効いた。左に戻った。竹井が倒れるか、ダウンではないか。ノーダウン、ノーダウンです。竹井もしっかりしっかり構えていかないと。関根さんこのまま終わらないですね。おっと焦った。いや、なんと武井が2つダウン取りました。しかしその後スリアンレッグも左のパンチ、テンプル捉えています。ミドルキック、すっごい戦いだこれ。いやすごいですね。中身こそ右のフック入れてますよ今も。タフですね。左も入れた。1分切ります。気持ち強いですね。飛び膝、ここが近すぎる。ちょっと武井倒す気満々、前伸びすぎか。ちょっと冷静に、そうですね、左入れた。あ、危ない。これも武井、聞いてることは聞いてるんですけどね。そうですね、まあ、うわー、ボディーえぐった。レバーブローです。ただあの大きな見えてる左、あと一つダウン取れば KO。 他の選手だけ冷静にいけば全然もらわないんですけど、あの行き過ぎるからもらうんですね。そうなんですよ。あと今のローキックもフルスイングですからね。うわ、やはり左入れたのまた。うわ、もう体がもうブンブンパンチで空振りをすると体がブレる。思えば1年前 K1 の最終戦で武井左に入れた。いやいや、まだ残した。うわ、わからないぞこれ、どっちどっち。武井は倒しにかかっている。1ラウンドで持ったフレイク、もう時間がない。1ラウンド、面白い試合しない。なんという戦いだ。いや、この1ラウンドクリアしたらどうなるかわからないなと思ったんですけど、ただスリアンレッグの引導も武井効かされてますよ。そうですね、足、お互いダメージありますね。スリアンレッグもタフですね。普通の選手これもう倒れてますよ。いや、倒れてますね。いつものように、あっという間に終わっちゃうのかなっていう感じでしたけどね。
ザマスさん、どうでした、はい、いや今日一番ヒヤヒヤしましたね。そうなんですね、はい、武井選手もすごいこうパンチをもらってたので、第2ラウンドどうなるのか楽しみです。ザマスさん、やっぱり去年の最後の戦いでムエタイ選手相手に苦戦したから、いやなんか今年はってあるでしょうね、はい、ちょっと蘇っちゃいました今。ちょっと意地になってますよね、うん、そうなんですよあのやっぱりこう同じジムの江川ですか、江川がいるんで、やっぱりそことの勝負っていうのもあるんじゃないですかね、はいはい、まあ、一つ上の階級の K-1 王者が江川になりました。だから武井選手は来年その階級に行くのか、それともここに留まるのか、その鍵握る男が彼です、スリアンレック。さあ第2ラウンド始まりました。先ほど1ラウンドは武井が2つダウン、もう速攻で決めるのかと思われたスリアンレック、やっぱりタフだった。プレッシャーかけてきましたね。ここはうまくサークリング、足を使ったらもうスリアンレック当てられないですよ。ああそうですか、あ今うまく右にねじ込みましたね。プレッシャー強い、振ってくる振ってくる、しかしここはサークリングでうまく逃します。おお振ってくる、見えてます。まあ、関根さん、古川会長から指示あったでしょうからね、多分ね、距離取れとか言われてんじゃないですか、ね、アッパーできたぜ。でもやっぱりこうフォアスカウトやりにくいですよ。あそうですか、はい、足使うとうまいな、はい、これもリーチも短いので届きません、スリアンレックの攻撃が。逆に狙いそう、これはダブルではない、バランス崩しただけです。スリップですね、はい、おー右入れた、中村さん落ち着きを取り戻しましたね。足使ってやっぱ戦っていけばね、チャンスあると思うんですけど、近い距離は本当にね危険ですよ、武井も。そうですね、こんだけ武井選手のパンチ効いても確かにね、びっくりしてないですからね。オルマイスな、これ1ラウンドは武井自ら危ない間合いに入っていきましたが、ここは冷静、第2ラウンド間合い取っています。ボディーだ、右のロック効いたけど残した、なんちゅうタフネス。右のローキックで合わせて左ストレート、タフだな、すごいタフです。ミドルキック、これ届かない、武井落ち着いています。ボディーだ、合わせて右のストレート入れてきました、スリアンレック、腹効いた、腹効いた、右のフック顔面追ってくる、左危ないテンプル、しかしタフだ。追っかけていった時にこうなんかフルスイングでパンチ返すのが危ないですね、怖いですよね、スリアンレック。そこがチャンスというのは分かっているようです。170戦経験しています、年齢は同い年、共に23歳。これは何か注意ですか、ローブローですか、ローブロー、ははは、はい、多分スリアンレックの背中に入ってる入れ墨ってあれ倒れないっていうのは確かそういうようなこれが込められた入れ墨だと思うんですよね。そうなんですか、まさに不闘神、うわ右入れてるのに出てくる、あまりここは冷静に距離を取ります。右のオーバーハンド、危ない、左あと一つ入れれば、時間は30秒、これはもうチャンスですね。さすがに一目にかかる、アッパーできた、左右のフック、アッパー顔面を起こしてから左フック、この選手まだ出る、うわこれはムエタイか、400年、いや500年とも言われるムエタイの歴史入れ替わる。さすがで足が上がらない、バランスを崩している武井、いつ行くか、右カウンター、足元フラフラ、まさか第2ラウンドもなんとか残すのか、スリアンレック、カウンター右、よく耐えた、耐えました、よく耐えた、ゾンビですねまさにすごい、あれだけ武井のパンチもらって、関根さん足フラフラでしたよね。フラフラだけど気持ちだけはもう闘争心の塊ですね。ですね、このカウンターですよ、これマサトさん言う通りの鉄球を食らってるわけですよね。いや本当ですよ、鉄球をもうガンガン食らってますからこれ前に出てってカウンターですからね。ちょっと久松さん、はい、なんかこの選手が逆に怖くなってきましたね。そうですね、でも1年に1回やっぱ武井選手を苦しめる相手が出てきますよね。やっぱり V 体だったんですね、それが強い。いやでもマサトさん、武井選手落ち着いたかに見えましたけど、やっぱり、はい、粘られましたもんね。粘られましたね。まあでもこう、でも本当に技術とかでも完全にムエタイの上にいますよね。そうですね、はい、ある意味こういうところも含めて中村さん、はい、K-1 向きっていうことかもしれないですね。そうですね、
こうなんか暴力って感じです、ね、暴力なるほどね。なんかこう格闘技というよりも、殴られたら殴り返すみたいな。でも武井選手もねこういう試合を時にはやった方がいいですよね。さあまさに危険な戦いです。うわムエタイ暴力スリアンレッグガンガン前に出てくる。1分で1分で体力戻ってますね。そうですか。すごい動きタフですね。動き戻ってる。あ今飛び込んで左から入っていきました武井です。ボディーだ。あーでも足使えば当たんないですね。あの大振りの足は。大振りはなかなか当たんないと思いますよ。倒すためにしかし中に入るとパチが待ってます。入れ替わる右寄りながら。ボディーだ。右のフック。ミドルキック思いっきり振ってます。左のストレート入ってますね。これも。やはり身長差が10センチあります。前が違うはず。さあコーナーに押し込むと危ないぞ。ここ入れ替わった。ここ危ない。すごいガッツだな。ちょっと本当まさにガッツですね、はい、これはすごい。なって前に出てくるのはちょっと恐怖でしょう。やり過ごす。残りは2分です。最終ラウンド。右のフック。フーを切る。ハイキック。ハイキックが入ってるけど頭で押し込んできた。顔面血だらけ。追ってくる。あ、武井の方がちょっと足元がバランス相当なプレッシャーですよ。ですね、ちょっと武井の方の足がもつれました。今ここもそうだ。ボディボディが近されてるかな。あストレート入れたぞ今一つ。引いてるな。前蹴り来た。スリアンレッグ来た。武井だけ。武井ピンチ。やっぱりムエタイだ。やっぱりムエタイだ。恐るべし。これが170cmタケイの7倍の戦いを経験しています。修羅場が違うか。ボディーが効く。牽制逆転まさか。ボディーが効いてる。そうボディー。ボディー。一気に動き悪くなりましたよね。ボディー効いてますか。口も開いてます。武井良樹あと一歩ありますからね。まさかのスーパーバンタム級王者。足がおぼつかない。力入ってない。力入ってないですね。入ってない。あーローも効いてるのか。足に力が入らない。効かされてるんですか。効いてますよね。ですね。とりあえず動きは明らかに悪くなりましたよ。動きが悪い。もう動きじゃないですよね。先ほどサイドステップで足もつれたのは効いていたからかもしれません。あのまあこれだけ追われるとまあスタミナってものすごい切れるは切れるんですけど、体力が切れたのか効いてるのかどちらかちょっとわからないですけど。危ない。おっと。まさかの2019年最後の最後に来て大ピンチを迎えています。だけも前に出て勝負した方がいいですけどね。そうですね。サークリングした。追ってくる。危ない。ハイキック。神一重。大ピンチ。絶対絶命。このまま踏みとどまれば勝利は見える。しかし分からない。これがムエタイだ。スリアンレッグ超攻撃型ムエタイ。ローキック。武井ダメだ。全く動けない。ここで3ラウンド終了。首を振ったのがスーパーバンタム級王者武井良樹です。ただまあ反乱急に しましたね。あんな竹井来たの初めてですね。そうですね。なんかボディのパンチがちょっといいのが入ったようなちょっとこれいや延長見たいですけど、まあ、あとまあここで言えば確実に竹井の再戦見たいですね。そうですね。まあ、なんといってもダウン2つ取ってるんですけど、あれは ね大きく今竹井の勝ちでしょうけど、竹井も次もう一回ってスッキリ勝ちたいでしょうから。いやそうですよ。こんな追い込まれたんじゃ最後ね。こういうああいうゴーンっていう石の鉄のようなパンチって、はい、慣れてくるって聞いたことあるんですよ。お待たせいたしました。判定結果をお知らせいたします。ジャッジ西村30対25、赤武井。確かにそのダウンの数がダウンを取っているのは。ジャッジ豊永30対24、赤武井。ジャッジ山崎30対25、赤武井。以上判定3対0をもちまして勝者赤コーナー判定3対0で勝ちました。しかし笑えない勝利です。いや関根さん、これまた今年も最後の最後にムエタイが立ちはだかりましたよ。だから武井選手ね、ほらパンパンって楽勝しちゃう試合が多かったけど、はい、こうやって
苦戦するのもいいですよね。確かにね、あと課題が見つかってもっと強くなってくれるから、はい、ですね。いや、久本さん驚きましたね。驚きましたね。この後古川会長に何点って言われるのかちょっとドキドキですよね。これでも雅人さん、はい、来年から来年からですよね、どう見ますか、こういうことがありましたよね。だから初めて武井のちょっと攻略法が見えたのかなと。だからその重いパンチで慣れてきて後半になれば効かないというか慣れるということになったらまだ戦い方がありますよ。確かに今まで穴が全くなかったですけど、これくしくも雅人さんが戦いの前に武井の焦る顔がひょっとしたら見えるかもしれないと、はい、言ってましたよね。見れましたね。まさに、はい、まさに。まあ、でもそれだけまあプレッシャー本当にきついですからね。セリアンレックは中村プロデューサーぜひ一言教えてください。はい、来年につけて。そうですね、まあ、こういったまたね相手と戦ったことでね、あの武井選手のあのまたね魅力が今までない魅力が出るようなね相手をぶつけていきたいですし、またねどこかでやっぱスリアンレックはまたねあの K-1 で試合見たいなと思いましたね。そうですか。さあ武井雄介何を感じて2020年につなげるか、判定で勝利を挙げています。